これはさ、回ってから言いたいの。あ、分かった。オッケーです。すぐさ、はい、あれということで始まりました。ニコ生チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、おはようございます。さあ、ということで、うん、鬼嫁じゃなくて鬼引きのまさみと鬼嫁のまさみ、嫁のあきらですね。で、今日がですね、何回目ね、今年で3回目か。今年で3回目、はい。前回がちょっと負けてしまったんですけど、初っ端にさ、はい、今年全部勝とうって言ったんですよ、ね。はい、あ、それはまあ残念ながら無理と、はい、2回目でもつまずいてしまったけれども、うん、けれども今日なんと、はい、あの連勝中の、うん、はい、天外三鷹店さんとの実戦となりましたので、はいはい、ここよ、ここずっと勝ってこ、こ、あ、そっか、そう、ここでずっと勝ってこ、そっか、ここで結構プラスにしていけば負け分も補填できるし、気持ちもメンタルも上がるよね。そうなのよ。ここしかもさ、めちゃめちゃ勝ってんじゃん、いつも綺麗な形で。確かにやれるよ。なんか私のイメージは1個入ってるとかじゃなくて、うん、結構どこどこに入ってるみたいな感じのところなのでと思うんですが、うん、今のところですよ、まだその確定はしてないんですけど、最初の抽選の段階の私の番号良くないので、はい、あの、その大丈夫かなと思ってるんですけど、まあ、そこも含めてやっぱ三原明の力っていうか、なんかそういうのも読みの明だと思うし、てかそのなんか全部をクリアしていくのが読みの明だと思うんで、私はただ座って全部後ろせいになるじゃん、これ負けたら。だから結局三原明が悪いと思うんですよ。勝手な感じ。まだ悪くない、まだ悪くないな、まだわかんないから。そうなんですよ、なんか頼みますね、うん、はい、大丈夫かどうか正直まあちょっと自信ないと、はい、抽選次第じゃん、うんうん、この後、ね、多分、まあ、繰り上がるの、番号が、はい、で何取れるかだよね。そうなんですよね。で、今日私の方なんですけど、うんうん、私3月ね、結構負けてるんですよ。あ、で、フラストレーションすごい溜まってるの、はいはい、なので、今日ここで私そのなんかしないと3月恨みながら終わることになるから、あ、そう、ね、絶対に引きます。信じてください。分かった、大丈夫です。でも、まさみさんも準備万端だ、はい、万端です。はい、私の方は、うん、そうだね、今日なんか、うん、まあ、もちろん今まで通り前代系だとか、はい、まあ、2分の1だとかあるっぽいんだけど、うん、それに加えて、うん、まあ、誕生日系のやつが被ってると。おい、まあ、番長のミサオがね、はいはいはい、誕生日なのか、まあ、3月30日でミサオなのか、あ、なるほどね、っていうのがあるから、うん、まあ、本当はそこに入れ込めればいい。確かに、まあ、だからそこをまず基準として考えたときに、あとはどこに入るのかなっていうのを考えていってもいいのかなと思うんで、まあ、その辺、はい、ではこれが開けた時何を打っているか、私がドヨーンとした顔で打ってないことを祈りましょう、うん、はい、ということでですね、ぜひ最後までご覧いただいて、チャンネル登録、いいねなどお願いします。お願いします。頑張ります。さあ、ということで本日打つ台がですね、久々の台ですね、三原さん。はい、20ね、はい、まあ打ってきますね。最初が大事でしたよね、うん、確かね、最初の。そうだね、1ゲーム目もあるけど、まあそこはほぼないから OK です。あんまじゃ気にせずに、気にせず、うん、まあ、ここで、まあ、レジのシーンとか行って、はい、設定246、456、666とかすることもあるけど、まあ、今回なしと、はい、いうところで、とりあえずじゃあそのリズルを選んだ理由からちょっと話していこうと思います。はい、まず今回三鷹さんは、はい、まあ、一応ね、その前代系があると、で、はい、3台以上機種に前代系があるのと、うん、7台以上機種に、うん、2分の1だったりする機種がありますよっていう感じです、最近は。はい、で、まあ、7台以上機種が今日特に番長ゼロが強いから、いじゃあちょっとその前代系狙ってみようかみたいなところで、はい、まあ、最初の第一候補としては、うん、スロット窓か新編、はい、ね、あれがまあ4台で最近増大されたんで、はい、まあ、ちょっとそこを狙いたかったけど、まあ、取れず、うん、で、それと同じぐらいの候補だったバイオも、うん、まあ、バイオの方が生まれは早かったから、早かった、確かに、うん、バイオも取れず、はい、で、まあ、ちょっとそこが封じられたから、うん、じゃあどうしようかってところで、まあ、7台以上でもう番長が1機種あるから、うん、そっかちょっと発動としたの、ほい、だから1回なんかリゼロを取ってって言った後にやっぱやめるって言ってた、うんうん、それはまあリゼロも7台以上好きなんだけど、うんうん、まあ、番長やるんだろうからなと思って、なるほど、うん、外したの。だけどそうか、番長の方に7台機種を使うんだったらこっちには入れてないだろうと、うん、一瞬思ったわけね。そう思った。でもそうなった時に次の候補が全然思いつかなくて、うんうん、で、なんて言うんだろう、あの他にさ、例えば
他にちょっと攻める機種で一緒に攻めてくれる人がいたらいいけど、はいはいはい、そういうのもなかったじゃん。確かに。なんかもう空いてる台は空いてるみたいになったから、うん、じゃあまあ常連さんもリゼロに行ってるし、うん、まあ、毎回リゼロには何かしら入ってるような感じ今まであったから、じゃあまあ今日も行ってみましょうと。ちょっと一回やってみましょうかと。結構早いしね。はい。そしてカンパーも早いし、じゃあ最後これゼロゲームの時に挙手ボタンだけ押すの忘れないようにしてください。こっちですよね、プッシュはね、はい、ここでプッシュを押す。 OK。 おー、R じゃん。 R、 SSR がいいんでしたっけ。 SSR とか来るとかなり、はい、まあまあ R だったとしても悪くないかな。なんかこれあれか、そうだ忘れてた、突破系だ。突破系です。やべー、ボコられるときマジボコられます。やべーよー、お願いします。でもまさみほらまさむね得意じゃん。そうなんです、まさむねの突破だけ得意って気づいたの。まさむねの突破だけ、だってもう本当に私あれ苦手かも、バイオの突破。え、バイオ、バイオも2回じゃん。いやそう、1回目は行くけど2回目は全然行く気配ないんだよな。これはジャッチリ、ジャッチリ、ね、ちょっとね、なんかちょっとねパチスロトラウマよ今。あー、バイオね。なんかない、ちょっとパチスロ打つのが怖くなるときってある、あるある。今それです。でもやっぱそれで3月を終えたくないんですよ。だって今年度ですか、21年度、うん、あれ今何年度、2022年になったのか、うん、この年度が終わるわけじゃないですか。あ、そう、年度、そうです、年度で言うと21年度になるのかな。そう、それが終わるわけなんで、うんうん、やっぱそれはねすっきり終わりたいよね、うん。私ですね、去年の収支が落ち着いたんですよ、うん、その理由は一重に凱旋がなくなったってことなんだけど。荒れるからね。いや、そう本当に。で、凱旋打つこと多かったし、あ、でもなんか夜だね、夜だったらあれ来るかもね。あ、お、お、456ゲームです。はいはいはい、 OK。 K の今あれ星4つ、おや、おやおや、当たるかもしれませんか。当たるんじゃない、当たっていいもの、せーの、あ、え、おや、おやおや、おやおや、復活ある、あるよ、よいしょ。いいね、気持ちいい、こんな復活なんだ。こんな復活でした。いや気持ちいい。あ、でもポイント欲しかったね。ポイントか、大きな差ですわ。はい、ということで白ゲーですね、はい、何ゲーム470。 OK です。よし、470、はい、いきます。 P で当たりましたと。はい、うわーかっこいい。何、そっか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 、こんなんだったわ。これは、連打でいきましょう。マックスベット押していいかな。はい、いきます。で、レバーを、レバーを、おい、なるほど、いきます。 OK、 このが緑の継続率アップ。いや、いくいくいく、めちゃめちゃすごい、頑張った。これ頑張った、まあ、うん、だから1体撃破で1体撃破できるから 70% を2回突破する、はい、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、夢あるじゃないですか。大丈夫なんだこれ。いや、もう緊張するんだよな。いけるいける、これはいけるよ。今ね、投資がね、ちょうど1万円なんで決めたいですね。あ、そうだね、はい、で、これも OK なんですね、うん、2回目の攻撃がこれか。強い。これで勝つ。真ん中。OK、これは大丈夫だ。いいよ、結構やってくれたよ。あ、もう大丈夫、いいよ、ね、いいよ、いいよ。2戦目も突破だね。うわ、怖いね。いや、これあと1回ね。これ怖いね。怖いね。あ、大丈夫。いやいや、よしよし。大丈夫でしょ。はい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 。よしよし。よし、OK、OK。よしよしよし。さあ3回目、3体目ですね、うん、はい、
よし、この次の画面まで見よう。せーの。あー、緑、ちょっと強い。ちょっと強い。回せ、回せ。よしよし。いいよ。あ、なんてデカさだ。あー、怖いです。それは怖いです。怖い、怖い。よし。これが強制だったら、でもないよ、これ。強制だったら勝って。あー、じゃあ、これは強制だ。あー、やばいです。やばいじゃん。やばいよ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 。これに2回目の攻撃だよね。うん。次ラストだよね。うん、こんなにレアやか。うわ、怖すぎ。うわー、嘘でしょ。嘘でしょ。ここから復活は見たことあります？あるけど、ほんまない。いや、もう無理だわ。いきますよ。うん。そう、まあ、この次画面で復活すると。いきます。いやー、うっそー。しかもユーリカも切れちゃったね。うっそー。回します。一応ちょっと回そっか。うーそによー、はいはいはい、いいところ、いいところ外したよ。カードだけ、カードまで見ようか。はい、ちょっと完了。いいところだったのに。緑来た時はもらったと思った思ったのに。あ、ゆっくり休んでください。レイムじゃん。お、ねえ、これ膝枕ステージ行って、はい、レイムだとモード B 以上なの。あら、なるほど。ここは押す、ま、MA プラスね。はい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 、行きますか。あとちょっと周り見に行くわ。はい、モンキーターンがね、回り始めたね。おうおうおう、あれ分かりやすいから多分引き戻しかなんかで当たったんだろうな。どれか1台が、そう、2個隣のリゼロが250で当たって通って引き継いでるから意外といいんだね。だリゼロがちょっと、まあ、2分の1の可能性あるんで、はい、行きましょうか。イエーイ。うわー、これか。 2.5。 これはもう当たり。ちょっと待って、あと35がどうにもこうにも赤。あ、でも当たってくれた方がでも設定的にはいいんですよね。そう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 、25なんだけど。お願い、お願い、お願い、ちょっと待って、大事なんだけど。どう、これさ、普通にあと3回5ずつでいけるかな。いや、足んない足んない足んない。レア役しかないかな、うん、いや、もう当たるじゃん。これで、え、これでぶっちゃった。いやいや、ここから演出いく。いけ、180。ちょっと待って、すっごい大事じゃん。いけいけ、ちょっと待って、あと2回いける。いや、もう怖怖怖怖。あー、無理だ。え、待って待って、待って、これで終わりだって。ねえ、ランラン、ランラン、もうあと10なんだけど。レッポを突破すれば問題ないから。あと10なんだけど、今から間に合わないよね。あー、嘘でしょ。連打がいる気持ちね。60% からチャージできます。50。え、まあ、まあ、そうなんですよ。あの白いコンって、まあ、1% は絶対上がるけど、その後 50% なんで。やる気はないですね。まあ、行きましょう。でこれ私は次を突破するんで。突破するし、うんうん、これ設定いいし。はい、そうなんです。いける。あ、やめて。はいはい、危ないよ。いいね、これは大丈夫だね。なるほど。OKOK、半分まで。まだ行ける。はい、いいよ。はい、取れた。これはもう、これはもう大丈夫、ね。はい、行かせてくれないところでね。はい。オッケー。ベルヘル、ベルヘル。はい。とりあえず、オッケー。いいですよ。さあ、そうそう。お願いします。まずは。はい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 、緑ですよね。いいですね、いいですね。いいです。はい、これあれなんですね、背景の色なんですね。背景の色大事です。そのキャラクターというよりか、キャラクターもたまに大事です。
あれ大丈夫です？ああちょっとまだ僕ちょっとあの政府的には良くないですね。ああ大丈夫、これはもう大丈夫、これはもう大丈夫です、はい、大丈夫です言いましたね、はい、大丈夫本当です、これで急にこっち行かないですよ、はい、大丈夫ですね、これはうちは私でも分かります、はいはい、ここでちょっとどうです強手なんて、あ最高じゃないですか、あえおおあお願いします、まあ大丈夫でしょ、まさみさんならこれ今流れ来てるよね、あれ、うん、色的にはですね、これ無限の青ですよ、あ知ってますこれ、え無限の青、あ無限の青、じゃあいけるということで、いやこれですとやる気を感じない、このキャラ本当大事、悪くないよ、いけるかも、悪くないよ、いける、いやいや弱いよ、弱いね、こんなことあんの、弱いとかもあんの、気にしなかったけど、あよしよしよし、いやもう大丈夫だわ、モロタでいいですか、モロタでしょ、先に言っときますよ、投資1万7000円ですから、はい、はい、よっしゃ、最高最高、いやこれで、まあ、設定的にもちょっと期待できる状況になりますね、やったー、はい、おねだりアタックっていう、はい、まず特化ゾーンからスタートするんで、はい、そこでゲーム数を決めます、わ、うん、かりました、はい、その時レイアップ引けた方がいいよみたいな感じですか、あ、そうだね、はい、よっしゃ、そしたらピースしよう、ナイス、ここですね、え、何これ、マジ、わからない、わからない、これ多分、これ何、全部2倍になる、2倍になる、え、怖い、ポイント2倍になるんで、ちょっと、ちょっと、うちこれ引いたことないよ、え、ちょっと、こんなさらっと引いてよかった、いきますよ、うぇ、おい、いきな、これぞ、おい、なるほど、あ、いや、かっこいい、いや、すごい、え、ちょっとこれすごいよ、レア欲しい、レア強い、よし、あ、レア役じゃん、いいよ、なんだ、何これ、怖っ、こっからの、やばい、おい、いや、やばい、もう3倍じゃん、3倍、かっこいい、え、違うか、普通に2倍か、パリッと、パリッとなんかあの、プロレスラーの人が言ってたセリフみたいになってる、はい、あー、OK、かっこいいね、かっこいいね、はい、この鬼の足柄もいいよね、ね、いや気持ちいい、4ゲームもある、おいで、ナイス、おい、ナイス、ナイス、いいよ、おい、おい、ラスト、残り2ゲームじゃない、はい、残り2 の次もある、で、この次か、いや、かっこいい、3倍いった、はい、多分これが0になって、そう、リオン、いけ、これは何、これも連打、はい、おい、もう1個、あー、素晴らしい、で、この後からは、ね、あの、子役揃ったら、はい、あ、継続で、外れだったら、終わり、 OK です、次も続くかもしれないと、うん、はい、OK です、ます、あ、まだ、ベルの可能性ある、あ、ある、ある、あ、惜しい、いや素晴らしい、いや、180めっちゃすごい、すごい、うん、普段はどのぐらいですか、普段は、高設定で弱 AT って言われるやつだったら、もうほんと40、45とか、50とかになっちゃうから、はい、もう今日 AT 100超えれば今日だから、やったぜ、で、確か順序これ8枚とかじゃなかったっけ、うわー、で、このパネルをどんどん上げていくと、で、パネルが全部開いたら上乗せなっちゃう、そっか、そっか、そんなんだったか、お、もうこれで1回欲しいけど、ね、これは何ですか、これはね、まあ、30
もらえるっていう感じかな。大事これ。で、まあ、一応レア役で上の宇宙さんも来れてるけど、まあ、今日チャンス目とか今日出るんじゃないと限りはなかなか乗らない。あ、二重ゲームか。二重ゲームだね。OK。 はい、1455枚。これはいいでしょ。はい、え、やだやだやだ、嘘でしょ嘘でしょ。もうあ、でもこれで、そうですよ。いやでも、あ、待って、ホールドホールドホールド。今ね、ブルルって言いました。マジ？うん。何ホールドって？わかんない。じゃあ、じゃあゲームスゲームスがホールドね。ブルルが。水着ですよ。オッケー。いや来たね、乾燥状態で入ってますね。水着ですよ。待って待って。それしか興味がないでしょ。水着だぞ。それが見たいから今日私にこれ打たせたでしょ。あ、来たし。押すよ。似合ってる。聞いたね。いいね。かわいいね。何の似合うな。おい。おい。次は。これ。行ったね。ありがとうございます。しかもさ、なんかここで行くの嬉しいんだけど。いいね。かわいい。よし。ちょっとここのお店さんとの相性。良すぎるね。良すぎるよ。そしてランランがさ、もう本当エイペックス打ってるかのような状態でさ、はい、台選んでくれてありがとう。エイペックス打ってるかのような本当に。あ、そうだわ。よし、ありがとう、私を助けてくれて。コンビニ、あ、ないね、ないね。カード見ましょう。はい、セット完了。みんなですね。はい。おい、座るだ。じゃあまあ続行しましょう。はい。そうそうそう。え？ P。P って何？ P って何だったの？ BMP。三だよ、星三つ。当たってくれるんですか？え、まさか当たってくれるんです？その緑、一気に緑。いいね、これはその SR ですかね。ありがたいです。なるほど。はい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 。チャンスアップっていい言葉で、ね、535ゲームです。ナイスです。ナイスです。よし、さああとはもう通してもらって。はい、通しましょう。はい、1,2,3,4。あー、あー、もうこんなものなの。こんなもんなのよ、本当に。じゃあ57カード3回突破してください。行きましょう。大丈夫、6だから。あー怖いよ。やばいですね。やばいですよ。あー1個目から。いや、これ初戦負けあるな。どう？まだある、可能性ある。むしろ急に強くなった。いやー頼む、ここ大事よ。あ、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 やばい、かした。あ、え、そして、お、ナイス。やった、これは何？私は。ちょっとね、あの、あ、なるほどね。うん、かっこいい、ちょっと怖かったね、今。怖いよ。はい、よしよし。よし。さあ。これは青色でございますね。あー、これやべえ。やばい、やばいじゃん。ここだよね、でも全ては。いや、もうそうなんだよ。もうダメだ。あ、でも結構いったよ。半分いった、半分いったのはちょっと強いね。次大事よ。うん。さっきからのけぼって起き上がって、のけぼって。あ、でも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 、え、いや、もう
ちゃいけねえ。ここです、ここです。どうです、ちょっと弱いですね。レムさん、お願いします。あー、お願い、お願い、お願い、せーの。いやー、いかんか、パチン言ってね。あー、重量画面通常と。で、ゆりかも切れるか。なるほどね。まあ、6は厳しいかな。切れ待っていった。まあ、一応回して、はい、何にも出ない。ちょっとストップして、はい、周り見るわ。はい、ご飯から帰ってまいりまして、はい、とりあえず、カードをね、見るまでやってみましょうということで、はい、OK、 N、 じゃあまあ、マックスベッドを押して、あ、まあまあ、まあ、一応ね、回しよっか、はい、まあ、N、 そうね、 N を見せるのはね、うん、なんか嫌らしいよね。この通常時の、勝負勝ちチャレンジが2回、勝負勝ちチャレンジ1回っていうのが、はい、まあ、一応ね、あの勝負勝ちチャレンジっていうのが当たった時に勝負勝ちチャレンジになりますっていう抽選、はい、まあ、これが高設定ほど、優遇されてるの、うんうん、で、まあ、勝負勝ちチャレンジ2、勝負勝ちチャレンジ1だから、うん、まあ、ここはいい。で、一応その履歴を見たんやけど、はい、多分天国天国、はい、で次150で次が500ぐらいハマってて、うんうん、で次が210とかで今250抜けみたいな。なるほど、はい、だから多分その天国天国引き戻し、はい、で次500は多分ハマっちゃって、でもまあ一応もう一回見とくかってなった時に、多分懲罰チャレンジで210ぐらいで突破したのかな。なるほど、感じかな。なんか突破しなくても210とかで当たったらまあまあ悪くないから、うんうんうん、まあ、ちょっと、まあ、はい、まだもうちょっと終えるんじゃないかっていうので、まあ、承知、こいつをね、ちょっとやってみようかな、当たるまで。はい、そう、これさ、モンキーさ、両窓だから大変だよね、うん、カメラ。あー、確かにね、どっちが重要ってなるもんか。そうそうそう、 AT 入ると左側が重要じゃん。左、あー、そうね、そう、シナリオ見れる。そうね、これで勝ったね。あ、そう、ビジュだ。あ、やった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 やった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 、ありがとう、アリサちゃん。なんか今何ゲーム、何ゲームですか。439 右も右の528。あ、じゃあもうここだね。600ゲームが天井だから、多分ここで天井行って当たる。はい、あれ、天井そんな低かったっけ。あ、あの B だ、 B 下出たっけ。あ、なるほど、はい。あ、でもだから結構深いハマりはないじゃないんだよな。そうね、確かに。あ、まあ、その最初の590ってやつがもしかしたら A だったかもなぐらいか。いいよ。なんか、うん、これの5を打ったことあるんだけど、うん、引き戻しはいかないけど、うん、モード B まで、モード B ではあるみたいな感じ。ほうほう、引き戻しかモード B か天国かで、モード B の割合がすごい多かった。おい、おい、おい、一気にレインボー、気持ちいいね、気持ちいい。久しぶり、はたなくん、よろしくね、頼みます、ね、おい、いや、まあ、久々だな。あ、大事なとこ飛ばしてた。大丈夫だよ、ただ単純に男じゃねえって言ってるだけなんで俺男じゃねえみたいになっちゃった。うわ、かっこいい。はい、いやー、ナイス。2箱あったんですけど、のうちの1箱このぐらいですね。はい、いやいくぜ、はい、あとはシナリオどこか。そうだね。あー、頼む。うわー、いいシナリオじゃない。ちょっとシナリオ的にどうだろうねっていう感じ。まあ、でもまさみさんだったらね、毎セットな V 揃いだもんね。はい、任せてください。あとね、ジャッケリ引いてね、はい、得意なんで、バッチャリズルってね、はい、いいよ、おいよ、あれ、今日悪くない、おい、めっちゃ低くない。え、今日悪くない。あら、いけるぞ、ハタン、いけるぞ、いけるぞ、まさみ、いけるぞ、まさみ、いけるぞ、佐藤、いけるぞ、佐藤、ね、
頼むよ。使った今の何見せかけだけ。あれ今の使った。後乗せサクってくんない。あ、ちなみにちょっとさ、左のさ、あの SG の色見せて、うん、残念ながら、はい、真っ白です。で、かしこまりました。はい、真っ白です。まあまあ、ここで上がるんでしょう。はい、上がらない、真っ白です。やだやだ、上げて来るでしょう。おいおい、来た来た。たまにあの画面でね、ボタン押すとね、順位変動されてる。なんかこんなんなかったっけ。パタ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 、あったあったあった、あったよね、うん、やり忘れた。お、強レアだとはつい。あ、弱い。あの赤色だけでいって。やった。そうなの。だからね、スミちゃん、メダルいい。出ない、出ない。いや、あ、出た、黄色。黄色はなんだっけ、高設定したとかだっけ。なんかあったね、青色が偶数だったっけ、うん、だった気がする。 OK、 じゃあちょっとメットのロゴ見てください。なし。はぁ、今の166、へぇ、こんなとこで来る。何のやつこれ。珍しいとこで来てるね。これはちょっと、これはここから輸出に行くやつからの輸出モード。あー、これ熱いね。これはモード A だとこんなところで行かないよね。行ったことないな。ですよね。はいはい、はい、君は。そうね、誰、 Who are you。 あはーん。色は普通ですけど。いやー、もろたでしょ、これは。もろたでしょう。俺だ。けけけけ、あれ？からの、まだまだ大丈夫です。大丈夫、大丈夫。いくぞ、せーの。よーい。はい、そうでしょう、すごい。バカみたいなノリいいよね。いいね。195ゲームの応募方法です。オッケー。じゃあ、まあ、これだと B か、調子になります。よーし。A じゃ当たらないゾーンなんで。よーし、よし。あれは嬉しかったね、あそこで、うん、さあ、今度こそ美味しいよ、とりあえずね。何も事もないかのように駆け抜けます。駆け抜けてますね、はい、猛スピードですね、畑野さん。頼む、行っておくれ。もちろん緑ですから。ここは突破したいね。おお、やばい。おい、よし、夢ある。今の嬉しい。夢ある、余裕です。嬉しい。今本当に手叩いたわ。いいよ、いい音。やっぱこういうのはさ、2人でやってるから楽しいよね。確かに確かに、あのさ、あの共感、共有できる、うん、今のって言ってね、うん、ブーボーキー。ナイス。究極ではないと、うん、わかる。まあ、まあこれからでしょうね。はい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 、よっしゃ、こらっしゃ、ナイス、勝利です。さあ、次何色か。あー、いや、でもここはまあね、ここはまあまあ、ナイスです。で、何色だ、緑。はい、3番。あ、でもまあまあ、でもでもね、うん、いいよね、青島さんだしね、うん、浜岡さんだし。そうなのよ、メンツ的には勝てそうよ。はい、たたたた、オッケー。これがない時の絶望。そうなんだよ。おお、うわい。エンブレムはさすがに。オッケー、オッケー、まあ、とりあえず継続率だけで頑張るというね。おい、いきます。はい、どこだ、緑だ。あ、なるほど、じゃあオール緑の可能性もあるのかね。行きていく。あー、なるほど。いや、あるある。あ、おい、じゃあチャンスいくね。うわ、
落ちますか。うわ、適度に楽しませていいです。3球後メダルはなしと、なしと、ロゴもなしと、はいはい、克服したいもの、私昼夜逆転直したい。これはうちも一緒。なんか私ね、私基本自分でもバレだなと思うぐらいメンヘラじゃない方だと思うのよ、うん、なんかこう基本的に明るいんだけど、唯一私がめっちゃマイナス思考の瞬間があるの、うん、それが朝起きてめっちゃ眠い時。へー、その時だけもうなんかもう働きたくない、うんうん、何だったら行きたくない、うん、誰にも会いたくないみたいなぐらい、すごいなんか昔からね、はいはいはい、子供の時から、うん、なんかだからお母さんとかにも小学生の時からなんか私は一生朝8時とかに起きなきゃいけないんだったら生きるのやめたいって言ったの。そのぐらいなんか眠たい状態で朝起きるのが苦手なのよ、はいはいはい、だからでもちゃんと12時前に寝ればね、うん、いい気持ちで起きれるから、それしたいな。かっこいいね。 OK、 いいねいいね。ランランのそうだね、ちょっと2回スルーしたけど、うん、全然言ってさ500ぐらいだったね。そうや、パチスロだったら全然。いやでもやっぱ乾燥して出玉で余裕できたの本当、それは大きいです。心の余裕とはこういうことです。あお一人様ですな。いやーどうぞ。頼む。うわ白です。頑張ろう。うわっ、やっおいで。あだだだだだ、この次、この次、まだいける、まだいける、まだいける。からの、からのせーよ、えい、あら、え、あら、あらららら、だだ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 だ、よかった、生き延びたよ。ありがとうございます。けっちゃん、けっちゃんやりたいだけ。また嘘。でもどうせ復活するんでしょ。またスミちゃん出てくるの。ああうわー、これね、8% はね、ゼロ。8はゼロよ。うわお願い。あー、からの、いや、あらららら、マジか、いや、マジか。青、青ちゃんです。グーズセット、はい。あ、ここ出た、文字が出ましたね。まあまあまあ、まあ、行きましょう。まあ良さそうだから。そうですね、はい。いい感じだ、にゃんじゃなくていい感じだ、にゃんにゃんなんだね。へえ、よいしょ。気持ちいいですな。両方のプロペラが。ちゃん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 。おいおい。おい。86ゲームですね。はい、よいしょ。顔貸してもらおう。長く続くとことを見越して、うん、あ、大島さんじゃないですか。いいじゃん。あれ、いやでもまだ、そうですね、そうですね、全然ある。危ない危ない危ない。はい、えい、白色です。まあまあまあね、まあ、つまりはこのままどんどん上がっていくんで、はい、つまりはレインボーですから。つまりはレインボー、はい、白はレインボー、はい、ねえ、頼む。あ、いいよ。2位ならあるよ、2位ならある、2番人気か、2番人気ならある。はい、おいで。
ないけども、ここ次大事。うわー、あれダメ。あれ弱いけど行って。よし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 、怖い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 、壊す壊す。はい、お、よし、緑だ、アリッちゃん。はい、あ、でもまあ、まあまあまあいいですね。そのチャンスは、うわー、1件目早いか。嘘でしょ、嘘でしょ、いやマジかー、まだ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 、ダメー、負けたー。今が何時だ。3時32分です。どっちでもいいよ。どっちでもいいね。天国まで待って、まあ、とりあえず1ゲームは待っとこう。はい、直前兆もあるし、ゴー優質。人の性質だよね、多分。ほいほいほい、一気に、いやー、あー、怖っ。いやー、これはね、キビキビキビです。キビキビキビね、はい、どうする、ここで捨てる、はい、あ、ダメか、1個前で捨てたかったら。本当に捨てちゃうね。 OK OK、 じゃあここでやめちゃいましょう。はい、実践終了しました。お疲れ様でございます。さあ、まず簡単にね、結果だけお伝えします。はい、投資782枚、はい、回収1877枚の1095枚。連勝ですよ、ここのすごいね、テンポさん相性いい。どうでした、三原さん。そうね、なんかまあ、なんか抽選番号悪かったけど、うんうんうん、まあ、それなりにやれたかなと思ってる、うんうん、で もちろんプラスになったのはまさみんのあの、あれ良かったね、おかげよ、あれはすごいね。私も本当にそう思う。いや、そうなんだ。いや、違いますよ、三原さんがね選んでくれて、それからのね、うん、その立ち回りも大怪我なく、うん、そうだね、はい、そう、本当に今あのあそこで本当にプラスになったのをなんとか守っておりたかったから、はいはい、すごい本当考えたし、あれがなんとか守れて本当にホッとしました。よかったです、私3月今日で最後なんですけど、うつの、うん、明日打たないので、うん、よかったです、勝てて。やったよ、勝ちそろって楽しい、うん、っていうことを忘れてました。この3月、はい、よかった。でも楽しかったです。楽しかったね、はい、もうそれが一番ですね、うん、なんか眠たくなってきた、安心して。そんなに。もう一回フリスク食べる。でも大丈夫です。ということで皆様、ご、あ、ご褒美動画じゃん。あ、そうじゃんね。あ、忘れてた、そういう番組だった。忘れたわ。ということでこの後、うん、なんと、はい、ご褒美動画あるの るんで見ていただいて、その前にですね、あのいいねとチャンネル登録とコメント等々よろしくお願いします、はい、ということで、じゃあ三原さんいいですか。はい、はい、ご褒美動画どうぞどうぞ。おざとチャンネルライです。これはですね、ニコナナチャンネルのご褒美動画ということでですね、本日は心と体を癒しにやってまいりましたね。はい、やっとだだ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 だ、あちらにあるリラクゼーションのところに行ってこようと思います。行きます。終わり、終わり、終わりました。すっきりすっきり、肩周りがすごい、でも楽になりました。肩が私半分寝てました、ね、半分寝てましたね。良かったね、これって。良かったですね、すっきりして、はい、頑張ろうと思います。ありがとうございました。ピーヒュピーヒュ、今からですね、カフェに来てちょっとゆっくり過ごしたいと。これは何ですか。これはハムタマゴサンドです。こちらはタマゴサンドで似てるもの、うん、これ何ですか。これはカフェオレです。これはレフカフェのコーヒーです。では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 